はい、どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2016マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。それではね、本日はこちらチャレンジャーズ UEFA チャンピオンズリーグヨーロッパリーグ、16-17シーズンのね、出場する、ま、チームから選手が獲得できるというね、素晴らしいガチャ、こちら引いていきたいと思います。黒が 100% なんでね、期待は持てると思います。ではいきます。そうですね、まだイブラとか取ってない選手何人かおるんでね、その選手が出てくれたらなと思います。でもキーパー欲しいですね。ほんまにキーパー来たで。引いた。ちょっと万有は出場できへんねん、確か。ちゃうわ、フィニョレですね。リバプールの、はい、ベルギーない、ベルギーキーパー揃ってるな。ということで今回ミニオレ獲得した。結構いいんちゃうかな。結構いいっすね。低弾道パントキック持ってますし、ほんまにいいで。これ使えるやろ絶対。結構いい選手獲得しました。守備的ゴールキーパーだし。はい、ということでね、本日はリバプールの、リバプール所属の、ミニオレ獲得しました。はい、それでは対戦相手の方決まりました。レーティング674の方です。やっていきます。ね、結構ね、マッチングに時間かかりましたね。なんか、レバークリロナ、ロッペ、グリーズマンでサイドでも使えたんか。ネイマール、ビダル、あ、スリーバックか。なんか監督の名前聞いたことないですね。ファン・ハ・エ・ゼ・ブラック。オタメンディ、オタメンディ能力高いな。そろそろノイアーもどうやろう、使えるのかな。あ、もうちょい使ってもいいぐらいの98やったらね。まあやっていきますか。はい、いきます。結構マッチングにちょっと時間かかったからな、今。なんかウィーレ人口が減ってる予感がする。で、さっきガチャでね、なんかちょっと変、あの、間違ったことを言ったかもしれないです。あの、マンユーがヨーロッパ、チャンピオンズリーグ出ないからって言ったみたいな感じだったんですけど、ヨーロッパリーグは出れるんかな。なんかちょっと調べないと分かんないですけど、なんか出れるような感じなんですよね。僕の記憶ではヨーロッパリーグは出れたみたいな。ミランが出れないんですよね、確か。ひょっとしたら間違ってるかもしれないです。すいません。じゃあ、だからデヘアとかが出るんじゃないかなと。いや、でも分からへんな。とはいえ、まあ、マンユーはね、ファンハールがなんか解任されるんじゃないかみたいなことになってますけどね。モーリーニョが、ユナイテッドの監督に就任するみたいな、まあ、噂がね、もう、イングランドの、イギリスの、まあ、メディアがね、もう続々と伝えてるみたいで、どうかわかんないですね。でも、結構強気の姿勢を貫きましたけどね、ファンハール監督は。どうでしょうね。おっと。さあ、やっていきますか。今日はね、ちょっと守備に重きを置いてやっていきたいと思います。まあ、ディフェンスの仕方みたいな、コメントくださった方がいましたので。本日のマッチはパリ・サンジェルマン対パリ・サンジェルマン、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。はい、一発でいかない。まず前半見ていきましょう。やばいな、パリ・サンジェルマン。これを言ったらあかんねん。危ない。でも、まあ、いわゆる強豪同士ということで、ベンチも含めて選手層が厚いですからね。何やねん、今日はどういった使い方をしているのでしょうね。危ない。注目するポイントの一つですね。ちょっとしっかりやる言うたら手前からやこれ。いきなりやってないと。さあ、ジルいきます。ヘディング勝て。ああ、こいつ、うわ、前線へのボール、レバンドフスキ、行くなよ、行かなあかんな、ここ。クリスチャーノ・ロナウドに渡る。はあ、ざけんな、危ない。イニエスタ、よし、オッケー、行くぞ。メッシへ攻める、カウンター、素早く攻めて、スペースへ出す、絶好の位置で受ける。うん、ダメね。長いボール狙っていく、抜けた、
キーパー怖いわ、今のは怖いわ。カルバハル、はい、こっちと見せかけてこっち、そしてこっち、ポスト。今日のゲーム両チーム間違えた。北澤さんはどうご覧になりますか。サインどう使うと見せかけて、そっちじゃない、俺が走らせたかったらそっちじゃねえ。 OK、 まだ分からないですけどもね、序盤ですので OK、 よし、ナイスナイスです。アリサンデルマン、ね、メインがちょっと絶好調入れすぎて、サブがもう一つやね、一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、出しても受けてもバッチリでしたよね。え、何これ、やっぱ落ち合わないとこういったゴールって生まれないですからね。間違えた。さあパリサンジェルマン、ラッキー、このタッチ、ラッキー、いやー追加点、よしパリサンジェルマン、いいぞパリサンジェルマン、立て続けにゴールを決めてきます。相手も攻撃が単調になってきたところで、危ない、これ打つモーションまでの前が、北澤さん、とにかくキレキレでしたね。おそうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね。はい、しっかり勝てましたね。大変な、ね、お、飛び込んだ、ポスト、さあパリサンジェルマン、ボール、さらに1点を追加し2対0としています。まあ、1点取った危ないな、ついていく、そう、これ大事、ディフェンスついていく、ね、見えにくいな、しかしどうだ、うせやん、もう怖っ、ジル、ここはジルに行かへんかった、まずい、まずいな、味方を走らせる、まずいな、ベースにゴール出たんですけどね。 OK、 メッシー、ベイル、おお、さあ前線へ、クリスティアーノ・ロナウド、リベル、いいぞ、こっちも、おお、なんと、なんとも、走るやつについていく、危ねえ、さあメッシ、ポスト、ポスト、落とし切れてない、このパスを落とし切れてないですね。前線へ出す、カンドル、あ、あ、え、見えへんかった今、どうだった、前半28分、よし、ロッベにイエロー出た、まあまあまあ、今前線へのボール、危ない、ここもしっかりディフェンスしました、危ない、ベイ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 、オッケー、オッケー、イニエスタ、落ち着いて、結構スライディングくるな、あ、間違えた、縦にボールをつないでいきます、危ない、スルーパスを出す、これちょっとやばいね、いいですよ、簡単にやるし、中に入れる、レバンドフスキ、何してる、あ、もう絶対クリアつながなかったのにな、今のアリサンジェルマン、敵ボタン押しちゃったわ、アリサンジェルマン、これで1点差まで詰め寄りました、お、お、リベリが倒されとる、いやー、ドンピシャな、吹いてくれよ、スペースを浮かしましたね、そうですね、しかもシュートの位置も最高でしたね、ブスケツが怖いな、相手のバックスはその前にもう対応遅れてましたからね、結果的には蹴ってはいけないエリアにバイタルができてしまいましたからね、しかしこういうチャンスを落ち着いて決めるあたりが素晴らしいですよね、いた、結構、さあパリサンジェルマン、結構来るな、1点というところ、この柔らかいパス、オッケーオッケー、取れる取れる、よし、このボールに触ります、お、お、危ない危ない危ない、やな、これ、何や、茶番みたいな、あ、もうちょっとエグいって、あ、危ない、おお、何しに来てん、急に来たぞ、これ入りましたよ、サイドのスペース、やばいな、ややトゥーレ、チャンスだ、中央へ、このボールには合いません、どうだ、シュート、あかん、トラップから打つまで助かった、速いシュートを打ってきました、エウト打つまでのリズムが非常に速いですね、ちょっと水分があのスピードでこれだけ鋭いシュートを打ってるっていうのは素晴らしいですよね、勝て、取れ、長いボールを送ります、このボールは繋がりません、おしおし、まあまあまあいいでしょう、ここでレフリー上を吹きました、カスマの素材ってどういう意味だよ、
前半を終え2対1。はい、後半戦やっていきたいと思います。ちょっとね、結構削られてるんでね、それを逆手に取れるようにやっていきたい。危ない、後半を迎えます。後半ゲームはスタートしています。危ないぞ、ここでちょっとパス回し危ないよ。バラン、ガルバハル、ベイル、あーサイド上がったらあかんねんけどね。さあメッシー、サイドのスペースへ走らせる、ボール繋がります。どうだ、いける、あかん、集中力いいでしょ。イニエスタ、はい、やばい、ここスピード上げてなかったんじゃないかなと思いますけどもね。やばいな、ちょっと な、あ、止めた、止めた。イニエスタ、ベイル、ここ仕掛けてほしいですね。あー、ネイマー、超惜しい、流れを止めます。お、怖い怖い、ベイル、味方を走らせる、どうなってんの、どういうパスやな。やばい、ついてけ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 、ダバやばい、オッケー。なんかもうちょっとすごい頭で意識してるんやけど、むずいね。おうおうおう、前を向けるか、カールバール立てよ、バカ、ちょっとだいぶダッシュ遅れた。でもこのボール危険です、ルーズリタル、よっしゃ、これは大きい追加点、まずいです。しかしジルー、ここはいい位置に詰めていました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応できるんですよね。見事ですね。うん、なんだそのパスは。パリサンジェルマンとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね。前からいった、今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。危ない、ついてけついてけついてけ、オッケー、ああ失敗した。でも守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。なるほど、お、リダル前線へ出す、オッケー、ベイ、イニエスタ、ここは要注意ですよ。スルーパスを出す、ちょっとちょっとな、メッシまではあかんかったな、疲れてるもんね、よし、危ないぞ、それは危ない、あ、助かった、よし、ちょうどいいタイミングで選手も帰れるし、てかよう見たらメッシ多分腹やな、やっぱりジル、ジル良かったけど帰ろうか。やっぱりこのもうなんか決まりきった選手交代ですけどね、今週のメインのね、今週はメインがほんまに絶好調だらけやから、どうやらね、セカンドにちょっと何人か回した方がいいかもしれんな。おるけどね、あのクリロナとメッシは途中交代からいけますよみたいな感じですけど、両チーム同じタイミングで動いてきます。恐ろしいな、こっちにしようか、大きくサイドを変えます。はい、自分で持っていくか、いった、パリサンジェルマンはここでファールがありました。本当に引っ張ったね、引っ張ったか分からんけど、本当に見えてるよ、決める、はい、うん、ど真ん中、完璧に捉えていました。あ、アグエロ、取れる、メッシー、リベリ、なんだそれは、ボールはカットされます、ちょっと今の前線へのボール、裏への、あー、やばい、なんとかならんか、なるか、なるか、なるな、赤、オッケー、判断の、おっと、ルーズボール、こんだけでもこんだけ活躍するキーパーをね、入るのはちょっと心苦しいんだけどな。ちょっとノイアーが上がったらノイアー使いたいなと思ってるんですけどね、僕、あ、スペースへ出す、よっしゃ、よっしゃ、リベリー、アシストです。イニエスタ、裏に味方を走らせるちょっとロングリード、ちょっと今のはな、あ、さあ勝負、危な、さあ来た、怖え、うん、このパスはキーパーへ、ここは読んでいました、今で負けた、取れるぞ、ネイマー、え、
ムハンマドサラダメですね、これはやばいな、コンタクトラグ食らって、タムラカイニエスタベイマース縦を使います、スルーパスを出す、抜いた、あーやられたやられた、なんということでしょうか、 PK か PK か、どっちだ、なんかこう微妙な判定の時絶対 PK なら気がするわ、直接狙える位置ですが、どうでしょう、直接あかんな、フリーだ、フリーで受ける、まだありますね、チャンス、お、ラッキー、これはコーナーキックです、やるで、今日初めてのコーナーキック、来い来いネイマール、来い来いネイマール、いけるで、あらキラクリロナからのクリベリーしのぐ、もっと同じことなんだろうか、タイミング読んでしっかりボールの芯を捉えた強烈なシュートですね、今度は出すで、ネイマールコース空いた、とボールはゼッコーヴィッチ、うん、入ったサイドです、ちゃうかちゃうか、よっしゃよっしゃ、3分を切っている状況、ってきた、でももう1点欲しい、うん、あーあーああどうなってんの、マイボールでもないしな、多分な、すみません、これはカット、ネイマール、よっしゃよっしゃ、ムハンマドサラ、おうおう、ネイマール、スペースへ出す、いけ、もう1点取る、それでイニエスタ、なんとちょっとチャンスでしたつもりだったな、ミスしたい、よし勝った、イニエスタ、オッケーオッケー、リベリー、リベリーからクリスティアーノ・ロナウド、このパス、何何や、オッケー、あっよっしゃ、なんでや、抑えか、もう抑えだよな、おっと、しかしこれはオフサイドか、あちょっとな、今最後のメッシちゃうわ、ネイマールがちょっともう打ったらよかったんですけどね、なんかちょっとキーパーを抜きたいというなんかよく一瞬かられて失敗しましたね、はい、いい勝ち方をしましたよね、自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね、素晴らしかったですね、はい、そうですね、さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました、今日の解説は北澤剛さんでした、北澤さん、いろいろお話ありがとうございました、ね、開始直後に思ったのはアリサンジェルマンが3対1で勝利しています、イエロー出てる、選手誰だったっけ、あれ誰だっけ誰に出たっけ、イエロー、あーロッペンか、でもロッペンもおらんかったもんな、途中からおそらくロッペンとこうろちょろして、ちょっともう1枚イエロー取ろうかなと思ったんですけど、残念ながらこの失点シーンだけはほんま思うようにいかんかったですね、でもはぁ、あかんやろこれは、これ何、あ、これかそうね、3点目ね、これまあまあいいでしょう、まあもうちょっとやっぱりディフェンスね頑張らんたかな、途中からもうなんかあんまりあれでしたもんね、かっこいいシュート打つやん、うん、これは、あ、これな、入っとったらかっこよかったけど、ここでファールや、ファール、足入ってるで、はい、ということで、はい、なんとか、3対1で勝利することができました、今週は本当メイン絶好調多いんで楽しいです、でもまあライブアップデート終わっても、実はちょっと全員不調、不調じゃない、全員普通なんのはね、ちょっと楽しみやったりもします、まあ全員普通になったら、センターフォワード誰にするかっていうの
前で言うたらセンターフォワード決定戦というのをまた再び復活させようかなと思ってます。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録のよろしくお願いします。僕監督でした。おおきに。